新曲もやりますけれども、厚かましく、まあ、いつものオープン D って何ですか？足りてるか、そんなこと聞かんといてくれやどれでしゃべってる次は、あの、ウォーターイズワイン
くんの演奏を聴いてるとね、ものすごくなんていうんかな、あ、この人は久さんの教えをきちっと守っとるなと私ね、今日つくづくね、またね、聴いててね、感心したんですよ。でね、何の教えかというとね、やっぱり久さんね、音数少ないんですよ。で、あんまり重厚な音させない、というのが、まあ、特徴でね、まあ、できるだけ少ない音数で、曲を作ろうという感じですよね。それを彼 きっちりね守ってね、ええ感じなんですよ。照れるやん。照れるやん。で、ほんでなんでそんな話をするかというと、その弟子である岸辺君はその逆ですよね。やっぱりやたら音数多い、ほんで隙間を音で埋め尽くしてるという感じありますよね。ほんでその音数で埋め尽くしてる曲を今から弾きますけれども、なんでこんな弾きにくい曲を作るんやとこっちは思うんですけど雨降る窓辺という曲なんですよね。ほんまにね、 曲の中でね、休むところがないんですよ。この気を抜けるところがずっと弾き続けなあかんっていうのは辛いんですよね。まあ私はそれなりに音は省略してますけど。
ありがとうございます。うん、いい曲もある。いや、ほんまにね、忙しいんです、この曲。Thank you.
顔見た